は死神ちゃん、こっちの男の子が俺様ちゃんのご主人様。こんにちは、僕はユーマ・ココヘッド、世界探偵機構に所属する立派な探偵の見習いです。もうなんでそんなに弱気なの。アマテラス社が支配するここカナイクでは今不可解な事件が次々に起きてるよ。その謎を解き明かすことがご主人様の任務でしょ。まだ自分が探偵っていう実感が湧かなくて。しょうがないな、俺様ちゃんが探偵としての心構えを特別にレクチャーしてあげる。事件に遭遇したらまずは調査。現場で怪しいものが落ちてないか調べたり、街で聞き込みをしたりするんだね。大正解。そうやって調査で集めた情報は事件解決の手がかりを具現化した鍵、カイカギになるんだよ。カイカギ、おえー、はい、これがカイカギだよ。なんで口の中から。いくら調査しても新しい手がかりが見つからないよ。そんな時は超探偵を頼っちゃえ。超探偵はみんなすごい特殊能力を持ってるんだ。超聴覚とか過去詞とか、その力を使って調査の手助けをしてくれるみたい。それは心強いね。僕にもこんな力あるのかな。ご主人様、事件の手がかりが集まったら俺様ちゃんと一緒に謎迷宮に出発だ。謎迷宮は現実世界の謎が具現化された空間で、ここを攻略すれば事件の真実が明らかになるんだよね。その通り。ただし犯人が仕掛けた真相を隠すための罠やミスリードもそのまま具現化されちゃうから、すんなりとは攻略できないよ。あ、謎迷宮には超探偵のみんなも一緒に来てくれるんだね。ちょっと安心したよ。残念だけど謎迷宮では超探偵能力が使えないから、ご主人様が頑張って攻略するんだよ。あれは事件の隠蔽を図る謎怪人。ここを突破しないと真実にはたどり着けないよ。どうすればいいの。調査で集めた買い鍵をこの武器怪盗にセットして戦おう。さあそいつで謎怪人をぶっ切るんだ。あ、ちなみに攻撃を受け続けると現実のご主人様は脳死しちゃうから気をつけてね。冗談だよね。死神ちゃんのおかげで事件の調査に慣れてきた気がするよ。さすが俺様ちゃん。でも油断しちゃダメだよご主人様、困難な未解決事件がまだまだあるんだから。怖いけどみんなと力を合わせて事件を解決していくよ。超探偵事件簿レインコード、2023年6月30日発売。パッケージ版予約特典はオリジナル書き下ろし小説、デジタルデラックスエディションも予約受付中。予約しないとぶっ切るぞ。